はい、こんにちは。マスローチングの高根です。今日もセスと翔平と一緒にお届けします。今日は最強の1分間有酸素運動ということでやっていきたいと思います。有酸素運動だけじゃないでしょ、もう腹筋も関係あるでしょうか。有酸素運動の効果もあって、さらに腹筋も割れますんで、ぜひ皆さんやってみましょう。やばいですね。やり方の説明をします。まずこのプッシュアップの姿勢から、自分の右膝を左肘の方にひねるようにグッと持ってきます。で、今度逆を持ってくるんですけど、この時にリズミカルに踊るようにシェイクしていきましょう。ひねってひねってしっかりひねります。皆さん、これ素人のスピードはこれぐらいですから、ね、普通僕ぐらいですよ。谷さんの方がスーパーマッチョ違いますから、ね、異常ですよ、この速さ。ラスト30。やばラスト20。いい、ラスト10。ボンがどんどん悪くなっちゃう。タイムコンプリート。フレームに行く。これはやばい。これね、この足の付け根から腹筋まで、いや見てください、高いでしたね、この汗。めっちゃ汗かいた。これいい、ね、マッスルウォッチングの中でも結構難しい方じゃないですか。上級者向けっていうか。マジできつかった。スーパーマッチョがこういうぐらいですからね、もう素人はもうダメだね。これはでも、この下腹のね筋肉つけるには最適。すごい効きますね、これ。これは本当に骨盤も回すだけで、ここにもう、そう私に結構効いた。こうするため、なんか僕でもここにも効きますね。もう限界だから他の筋肉がこうなんか支えようとしてるんですかね。なんそうだ。いろんなところで。じゃあ皆さん、これは1分間で効きます。なので筋トレ後に毎回1分間有酸素運動をやってください。以上です。ありがとうございます。バイバイするのも失礼。